まあ、中古車コンプリートの価格はおよそだいたい100万円前後、100万円以下のものも多いです。まあ、90万円とかで消費用込みで100万円前後になる価格設定がほとんどですね。まあ、ほとんどの車を全塗装します。まあ、理由はもう20年以上経ってる車はへこみももちろん錆もあるんで、それを全部補修していくと全塗装した方が綺麗で安い仕上がるよねっていう話と、まあ、あとは装着パーツもサスペンション一式を全部一新して、まあ、これももちろんリフトアップするのもありますけど、ショックなんかもへたってるしゴム系も全部ダメになってるんで、乗り味を一新するためにサスペンションは全部新品で、タイヤホイールセット、それと、一番印象が変わるバンパーですよね、を前後つけてるっていう形ですかね。はい、専門店とかっていう前にジムに乗ってた時に買おうと思った時にどれもこれも高いなと思ったんですよ。まあ後でよくよく考えるともっと大きい四駆の部品だったりとか他のパーツと比べると安いんですよ。でもまあ僕らのお小遣いで考えたら高いなっていう感じ で中古の商品とかもすごい高かったんで、まあ、それが安くなればもっとみんなその改造カスタムを楽しんで遊べるんちゃうかなっていうところ、まあ、つまりこれは絶対売れるよっていう、まあ、確信ではないですけれど売れるんじゃないかなっていう思いがあったんで、まあ、安い値段だといろいろ遊ぶ人がもっと増えて僕らのマーケットも増える、まあ、その時はまあそういう商売じゃなかったんでマーケットとは思ってなかったんですけど、それをやってみたいなって単純に楽しそうやなっていうことからのスタートですよね。